はい、こんにちは長田香ですえー、まあふだん会社に勤めたりとかして PC でまあ何かしら仕事をしてる方にはいいのかなっていうところなんですけども Windows.pc 10、PC、から Android スマホの,まああの通知だったりとかあとはファイルの管理っていうのができるようなものがえ正式にまあ機能が有効になってきたというところが出ています。 まああのそのアプリ名としてはスマホ同期っていうねアプリなんです、まあ、そのまんま、うん、あの海外ではユアホンユアォンっていう名前になってますけども、まあ、それがあのもともとテスト版ではねあの機能が提供されてたんですけどそれがアップデートされて。 アンドロイドスマホに来た通知だったりとか、まあ、その中にある画像であったりとかテキストっていうものを PC 上で、まあ、確認したりとか管理をしたりっていうことができるようになったというところになっています実際にはもう去年に発表されてたものなんですけどもだからそのテスト版っていうところをねもう既に触ったことがある方もなかなかにしているんじゃないかなというふうに思いますけどもあのー。 もうすでにマイクロソフトのストアからあの誰でもねあのダウンロードしてきていけることにもなってますし、えー、まあこれアンドロイドスマホの方と、まあ、PC 版両方に多分これクライアントアプリ入れて結局リンクさせてっていう多分使い方だったと思うんですけどそういう感じになっていて。 あの電子メールもそうですし Twitter とか Facebook っていう SNS の通知もしっかりあの受け取っていきます。はい、で PC 上でその通知を削除したりするとスマートフォン側も削除されたりとかそういうことにも対応してますし、あのー、今後そのクイック返信っていうところは。 その場でね PC 上で返信を打つというところは今後アップデートで対応ということになってますけども、まあ、あの計画上ではそういうこともできるようになるというところとあとはその Android 上にあるねその画像とかね中身を見れるわけですけどそれをまあ PC の方にドラッグアンドドロップで持ってくるというところとかもまあ考えられているというところになってますね。 これね、なかなかか便利ですよ。さっきも言ったようにあの仕事をしながらいちいちまたスマートフォンを手に取るっていうことがまあ気分転換になっていい時もあるんですけどまあまあちょっと周りの目が気になる職場であったりとかね俺の場合はそんなに気にするようなとこじゃなくてスマートフォンのことを何かいろいろやるような職場だったりもしてたので別にスマホいじってても何も言われなかったりとか。 あのするんでしたんんでであれなんですけどそういうところはなかなかしにくいところなんかだったりすると PC 上で全てそのあのスマホの、ね、ものをできたりするっていうのは一つこれはあの便利なことかなっていうふうには思いますね。いちいちこう持ち上げてなんかするっていうよその場で、ね、そのマウスも使いながらキーボードも使いながらできるっていうのはこれは一つ便利ですよ。 まあ、人によっては、まあ、その前から例えば LINE とかね PC, PC の方にも LINE を入れておいて職場にいるときはそっちの PC の LINE でいろいろやってたとかっていう方もいるかもしれないですけどそういうような利便性ですねいちいちスマートフォンを持ち上げて LINE を打つっていうよりは PC の方でいあの通常こう仕事をしてるんだけどもスマートフォンの方に来た LINE をこの PC 上でも受け取ってやり取りをすることができるっていうまあそういうような感じですけど。 まあそれがより、まあまあ、の普通なその基本機能の方に降りてきたっていうイメージにした方がしやすいかなそういうふうな言い方をした方がうーんまあ他にもいろいろあのや,るやれるものは過去ありましたけどねファイル管理だったりしても基本的にはなんかクラウドベースでつなげちゃったりとかするとあのファイル共有もそうだしファイル管理そのソーラーも全部含めた管理っていうところがかなりあの ななんだろうなライトユーザーにはちょっと厳しいかもしれないけどそれでもできないことはなかったんですけどまあそれがまあ実際問題このすごく何て言うんですかね公式というかオフィシャルな形で提供されてあの使えるようになるっていうところなのであのまあアプリ自体のクオリティはまだまだできないこともありますけどその先も期待できるし、まあ、実際のその信頼度っていうところですか。 Windows のストアなんかもそうだし例えば Chrome の拡張でとかっていうところでも、まあ、意外とちょっとさ Android とか、まあ、他の iOS もそうですけど誰が作ってんのっていうところも中にはあったりするじゃないだからそういう意味ではこれ一つあの信頼度としては高くていいのかなっていう風には思ったりします、うん、あの人によってはやっぱテスト版でよりその新しいね機能,と機能とかを試したりすることももちろんできるし あの突っ込もうと思えば突っ込んでいけるからさ、そういう楽しみもあるかなというふうに思いますね。まあ、何にしてもあのさっきまあ、何回も言ってますけども、仕事でもあの仕事で常にまあパソコンでね。 なんかデスクワークでいろいろやってる方っていうのがいちいちスマートフォンを手に取って何かやるっていうよりはそのまま PC 上でスマホのね通知を受け取ったりとかテキストメッセージを受け取ったりとかっていうのもできるようになってるんでなかなかあの利便性の高いアプリケーションがまた一つねあのしっかりとしたものが出てきたかなというふうに思いますはい簡単ですけどもということでまた見てなバイバイ